はいどうもということで、今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーす。よっと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はシャララ TV で、はい、ただいま、はい、シャララ TV で行われている番組情報や現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポート、そしてかまことくまこのどこまで行くのコーナーなどなど、盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお届けするシャママ TV 総合案内番組です。アミノさんです。どこ行ってたんですか今。5秒前ですよあなた。 5秒前何してるんですか。これ見てくれてる方にはわからないでしょ。あ、わからないですよ ね、 今ね駆け込みやったんですよ今。ほんまよう言いませんわ。ほんまボールペンが欲しくて、あ、ボールペン、ね、ボールペン取りに行ったら5秒前やでいうか、あっちにボールペンありましたっけ。あったんです。 あったんですか。あったんです。宇宙船の中にボールペンもね、あ、なるほどね、設置しております。そう、ボールペンってあれですよ、宇宙のために開発されたって。え、そうなんですか。そうですよ。なんでだって無重力でしょ、うん、あの普通のペンやったら、うん、重力の力でインクが降りてくるんですけど、はい、降りてこないみたいな。宇宙無重力やから、はい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 、だからボールに吸わせてくるくるって回すことで字が書けるようにした、はい、最初がボールで宇宙のためのペン。そこの意味が俺これ最初知った時衝撃でしたけどね。衝撃やけど、うん、衝撃やけど、そんな昔から宇宙行ってましたっけ。いや、1960年代ですよ、ね、宇宙でなんか住所氏名とか書くって。いや、住所氏名書かなくていいです、別に。住所いらないですよ。そんなことより、あ、どんなことほらほら、はいはい、お手が出ちゃっております。はい、やっとあれですね、はい、衣替えした上にもうね、衣替えが暑すぎて暑い暑すぎてもうようあんなん着てましたよ ね、 ねえ、もうぼーっとするのでちょっといろいろ番組に支障を来たすと。そうです ね、 ねえ、いうことで、ようやくこれが地球から届きましたけどね。地球からもうほんとなかなかね、最近やっぱりね、いくら発達したって言って、ね、言うでもね、1回10億円かかりますからね。宅急便届けてもらうの大変ですよね。そうなんです、郵送の大変なんですよね。はいまずは CM ご覧いただくわけですね。どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、お帰りなさい。え、なに本番中宇宙から地球に向けて本番中ですからね。これ1回の放送あれですよ、100億円かかってるんですよね。わかりました。はい、はい、以後気をつけます。気をつけましょう。はい、うん、はい、ということで、はい、今日はどういった情報をお届けいたしましょうかね。今日はですね、宇宙から、はい、海の情報海の情報ですかね。宇宙に海ないのにね。そう、まあすごく恋しいっていうのもあるんですけどね、うんうん、あの海の情報何やねんね、まあ、これだけ暑いの で、 いので、ね、もうね、コロコロもしたことですし、はい、夏本番ということでね。そう、もうそろそろ海ですよ。海ですよ。もう ね、 ね、海似合いませんけどね。似合いませんけど、ね、海で浜辺を歩いてたら大爆笑されたことあります。お腹抱えて笑われたことありますけどね。あまりにも似合わなくてね、はい、うん、似合わないと思います、想像つかないです、が、はい、海の情報と申しましても、うん、もう今ね、検索で皆さんどこの海を行くってもう決めたら、そこを集中的に調べたりとかね、うん、穴場情報とかはもうご自身でお調べいただきまして、うん、穴場情報結構載ってますから ね、 ね、あの検索で、うん、ビーチか、うん、ビーチ関西関東何でもいいです、ビーチ穴場情報って言ったらすごい出てきますね。ただね、それね、穴場情報って、ね、そこに載ってる時点で穴場じゃないですか。
もうね、それだけでアクセス何十万件ってありますから、ね、多分ね、アラブじゃないですよ、だからね、あの皆さんね、海にまず行かれるじゃないですか、行かれた時に、まあ、電車とかで行かれた場合はそれでもバス乗ったりとかね、その現地に着くまでの道のりをちょっとね、ずっと見ててください。見とく、見とく、ぼーっと、ぼーっと外をね、はい、そしたらね、あの行くのに楽しみで、もう浮き足立ってる場合じゃないんですよ。外をね、ずっとね、行き帰りの道すがらで見てると、穴場のスポットってあるんですよ。ほう、だからね、海水浴場でわんさかにぎわってるところからちょっと離れただけで、全然誰もいなくて、ポンポンポンって人がいたりとかするところってあるんですよ。ポンポンポンっているってことはそこも大丈夫ってことじゃないですか。なるほど、人おることは大丈夫、ね、泳げそうなところだからいるわけじゃない。はいはい、そういうところをね、ちゃんと行き帰り見てください。あ、なるほど、ね、それが本当の穴場です。あ、そういうことですね。あ、やっぱりみんなこう、あそこ陽気人おるから、あそこ泳いでいいんやって言って多い方に集まっちゃう傾向ありますよね。そうなんです。で、どうしても多いところは、しっかりそれだけの情報が出回ってるから、さすがに多いんです。ね、ここに行こうって、なるほど、でも出回ってないところっていっぱいあるので、あ、それはもう自分の目で行き帰りで見て、ね、翌年に生かす、もしくは次の時に。ああ、なるほど ね、 2回目行く時はここの海水浴のじゃなくてそこ行こうっていうので、なるほどね、ちゃんとね、あの写真撮っておくとか。なるほど。そしてブログを上げる。そして佐藤するすあなただけの秘密だよ。やってもた、つぶやいてもた。最近ね、最近みんな嬉しくなるとすぐあげちゃうから穴場じゃなくなる、なくなっちゃうのね。なのでそういうところはね、ご自身で、はい、あの気帰りにいい情報を拾い集めていただきたいなと思います。それいいですね、はい、なので投稿していただいて、投稿はしないようにしましょう、ね、まあしてもいいですけど、した時はそこに集中して人が溢れても、もう諦めてください、ね、ね、まあ、翌年また穴場探してもらって、また投稿して ね、 ね、まあ、それも楽しいんじゃないかなと、まあ、学習せよいう話ですからね。ねえ、はい、ということでね、はい、あの今回は持ち物、持ち物に関してちょっとお届けしたいなと思っております。おー、いいですね。まあ、はい、これもググれば出てくるんですけど出てくるんですけど、まあそういうものをなんか知っといたらあれですね、余計ググりやすくなりますね。そうなんです ね、 ね、もうこれカチャ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 、はい、カチャカチャ、ね、カチャカチャですよ、はい、はい、ですね、もう定番の、はい、あのなんていうんですか、敷物とかレジャーシートとか、うん、もうもちろん水、敷物言いました今敷物言われましたね、宣伝の方敷物ね、ね、はい、敷物、おご座、おご座ね、ね、この前、はい、ママラフでもご座って言ってちょっとね事件がありましたけどね、はい、はい、ね、レジャーシートとか、はい、レジャーシートね、まあ、水着とか帽子とかサングラスとか、帽子あ、帽子坊主海似合わないですけどね、ね、はい、ね、とかもね、はい、もう日焼け止めとかね、はい、そういったのはもう皆さん当然持ち物ですね、だと、まあ思いますので、真っ先に思い浮かぶものは、さておき、さておき、それでもね、チェックシートは作っておいてくださいね、必ず忘れ物って出てくるんで、ね、出てきますからね、持ち物の水着忘れた、そうと本当あるんですよ、あるんですよね、なのでチェックシート作っておいてください。そうですね、はい、でですね、あとその他には、これあると楽しいよっていうので、水鉄砲。あー楽しそう、水鉄砲、これ大人でも楽しいんですよ、はい、それプラスね、はいはい、今ね、水鉄砲でもね、もう本当にね、なんか本格的のとかも出てるので。どういうことですか？もうタンクがすごいついてて、何回も入れなくて、水を入れなくていいやつとか。え、僕知ってる水鉄砲って、これでしょ、ここに入ってて、チューッチューって出る、チューって出るやつ。じゃあ今はね、こんな感じですよ。あ、そうなん、でもあのチューチューっていうのが、なんかあれですやん、こう、なんかこう女の人 T シャツ更新中なんかこう局長いいんですか、今そう自分で自分をなんか汚していく感じ、中学生の頃のなんかね、そういうのが記憶が蘇りますけどね、なかったことに、はい
ね、まあまあそういうね、局長の変態な面もあるということで、はい、誰でもいいと思いますけど ね、 ね、はい、はい、そうね、水鉄砲もね、いろんな種類があるので、うん、そのね、ちょっと皆さん各自持ち寄って、はい、ね、その、まあ、チュー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 みたいなね、まあまあ、そういう、そのタンクついてんのってもっと、だからドゴーン行くんですか。いや、あの単に何回も水を補充しないでいいだけだったりとかするのもある、うん、ちょっと待ってください、こんなタンクつけといて出るのチューチューって出るんですか。でも多分水の圧もそこそこだと思うんです、うん、ああなんかだって空気を入れてシュ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 ビューって打てるやつとか、あ、ビューもあるんですね。ありますあります、あ、今いろんなのあるのでね、各自あの、あ、水鉄砲ね、その日は水鉄砲大会するからって言って自分で用意してこいよって。あ、水鉄砲で調べたら出てくるんですか、いろいろ。そうですね、うん、まあ、あの、あんまりね、うん、あの通販ばっかりに頼らないで買いに行きましょ う、 そうです、ね、買いに行きましょう、はいはい、お買い物も楽しみましょう。抹茶町とか行ってもらったらよろしいですね。そうですね、はい、わかんないですけどね、はい、はい、とか、はい、あとね、はい、あのビーチボール、ビーチボール、ビーチボールって皆さんよく持っていくじゃないですか。いいです、ね、ビーチバレーとかするとかって、うんうん、あれ、ダメです。え、ビーチボールは、うん、もうここにポンと置いてるだけで、うん、気がつけば風で飛ばされてなくなってる率が高いんですよ。はいはいはい、そうですよね。とか、うんうん、水の上ではもうすぐに流されちゃうんですよ、うん、あ、それをね、取りに行って、うん、あの溺れるとかいう事故も多いのですよ。はいはい、多いのですよ、はい、なのでビーチボールはもういらない。やめやめ、ビーチボールじゃなくて、うん、普通のボール持っていてください。あ、普通のボールもちゃんとお水の上に浮きますし、確かにね、うん、で風で飛ばされる率も下がります、ぐーんと下がる。あ、そうか、ちょっと重みがあるからね。重みあるし面積狭いし。あ、へえ、それ持っていくのはバレーボールがいい、サッカーボールがいい、ドッジボールがいい、お好みで、ラグビーボールがいい、お好みで、お好みで、うん、バスケはちょっと痛そうだな、バスケちょっと痛そうですね、バレーボールぐらいですね、ですね、うん、あ、バレーボールとかいいと思うんです、うん、ドッジボール用のちょっと柔らかいボールとかね、あ、そうですね、あ、そういうのを持っていてください。あ、ビーチボールはいらない。へえ、なるほどね。そうなんですよ、ないですか経験、そういう飛ばされて追いかけた経験はもちろんありますね。ですね、それで溺れて死んだ経験はないです。死んだ、ね、今いらっしゃるんですね、元気で何より。なるほど、はい、なんですけど、本当に、ね、増えてるんですよ、それちょっとかね、増えてるというか、多分昔から多いんだと。ああ、なるほどね。なので、もうこれ普通のボールにチェンジしてください。なるほど、今年からボールは普通のボールと。普通のボール。膨らまさんでいいしね。うん、まあ確かにね、そのコンタクトになるのはビーチボールなんですけど、うん、でも普通のボールそんなに大きくないですよね。そんな大きくないですね。うん。うん、なので、そっちに変えましょう。はい、そうしましょう。はい。うん、とかっていうのが遊びですね。はい、で遊ぶ時にも、うん、あのビーチサンダルだったら、うん、飛んでいったりとか、うん、海の中そのまま入ったら脱げちゃったりとかするじゃないですか。え、ん、ビーチサンダルとかだと、うんうん、そのまま海に入ったりとかして泳いでたら、うん、流れていったりとかするじゃないですか。あ、まあそのまま入ればですよ ね、 ね、うん、なので、うん、マリンブーツ、何ですかそれ。マリンブーツ、靴があるんですよ。靴、はい、マリンブーツ、マリンブーツ、こちら、こちらお見せしておきましょう。へえ、マリンブーツ、マリンブーツ、あの靴ですよ、普通にビニールのね。へえ、こんなんあるんです。そう、これをだと、うん、変に砂もしょっちゅう入ってきにくいし、なるほど、ね、このままお水入っても脱げないし、うん、あ、砂浜って結構貝殻とかね、ガラスとかあって泳げるんですか、これ入っても泳げるんじゃないですか。わかるんですか。それはね、試してからやってください、うん。いや、試してる時に溺れたら大変ですから。だからちょっと足つくところで泳いでみてください。あ、なるほどね。泳げると思ったら泳いでみてください。あ、まあ、泳げないと思ったらやめてください。どうしましょう、来年マリンブーツの事故が相次ぐ。ここでまた気をつけてくださいね、マリンブーツ。泳ぐのやめましょう。泳ぐのやめる。泳ぐのやめましょう。何しに行くんですか。砂浜を歩く時はこれが、うん、よろしいですね。安全です。まあ泳ぐときは脱いでもらって、うん、ね、なんかあの入水自殺したみたいな感じになりますけどね。ピ、ね、ーチに置いておくと ね、 ね、これでも、はい、あの砂が入ってきにくいので便利。あ、なるほどね、はい、あとは、はい、まあまあこれもね、皆さんご存知だと思いますけど、はい、着替え用のテントだとか、こういう縦長のね、あ、ブルンってブルンって大きくなるやつあるじゃないですか。え、着替え専用の、うん、私専用の着替え専用折りたたみのやつあるでしょ、うん、折りたたみのでブルンって開いてブルンって縦長に大きくなるやつがあるんですよ。へー、あ、でもね、なんかビーチじゃなくて見たことあります、イベント会場でしょ、うん、そう、そういうのがあると着替えが便利です。あ、なるほどね。もうそのたびにね、うん、海の家行って着替えてまた戻ってって、それののが手間がある。なるほどなるほど。女性はね、女性はね行った方がいいと思いますけどね、着替えにね。うん、でもこれあると便利。
なるほどね、はい、あ、そんなあるんですね。あとは、うん、ロープ付きの折りたたみハンガー。ロープ付きの折りたたみハンガー、うん、ロープが付いてて折りたたみハンガーとかもセットになってるやつが売ってるので、そういうの持ってるとキャンプとか行った時に便利です、うんうん、かさば持っていくのにかさばらないし、でも水着とかね、うん、干すじゃないですか、はいはいはい、そういう時ささっとですね、ささっと干して、あ、もう干しといて持って帰れるいうことですか。そうそうそう、あー、キャンプとかその後ね、そう、うん、で、普通のハンガーじゃなくて折りたたみなので、うん、ちっちゃくないでしょ。へー、いやー、よーいろいろできてるんですね。あるんですよ。あとは、まあまあこれも皆さんご存知かと思うんですけれども、うん、結構忘れがちなんですけど、防水ケース、あのスマホの、あー、防水ケースね。これね、今100均とかでも売ってたりとかする時あるので。あ、見たことあります ね、確かにね、うんうん、これはもう必ず持っていった方がいいと思います。へー、塩とかもよくないのでね。あ、そうですよ、すごいね、錆びやすいんですよね、うん、塩がつくとね、まあ、指紋認証はできなくなるので、ロックはね、ボタンで開けてもらった方がいい。なるほどですね。はい、あとは、まあ、絆創膏、絆創膏、小銭、小銭、小銭は多めに、も行きしないに小銭いっぱい、いろんなところ買い物に寄ったら全部 お札で出して小銭を集めてから行きましょう。あ、へえ、なるほどね。もう向こうはね、何でも、うん、あの、ロッカーとか、うん、シャワーとか、うん、そういうの何かと小銭があります。あー、そうかそうか、はい、小銭容器ね、多めに用意しておいて、ね、で、小銭があったら、うん、あの水着着てても、うん、あのね、濡れても大丈夫じゃないですか、最悪。うん、そうそうそ そう、ね、お札びしょびしょになったら大変なことになるのでね、はい、そういうのは使うようになりますからね。はい、小銭にしましょう、うん、そしてそしてそして、はあ、ここからはね、うん、ちょっとご用意していただいたりとか、ちょっとね、お高くなったりとかするかもしれないんですけど、うん、キャリーワゴン。キャリーワゴン、はい、こちら、こちら、これね、絶対便利なのでね、これ海以外でも重宝すると思うので、うん、これ一個買っとくといいと思います。これどういうこと？荷物をね、車からその砂浜の自分たちが座るところに荷物持っていくのって結構な労力じゃないですか。あー、着替えあって、うん、何あってね。そうなんですよ。今回ボールも買いましたしね。ボールも買いましたしね。なのでこれがあったら持ってきく、持って帰るに便利ですし、あと、あれですか、タイヤは砂の上でもこう大丈夫、大丈夫なんですか。すっげえ、すげえでしょ。で、これね、もう一つこちらの方で折りたたみの方もできますので。なるほどね、こんなちっちゃくなるので、これ車に積んどいてもかさばらない。あ、へえ、まあ、なんて便利。まあ便利、これいいですね。でしょ、ビーチだけじゃなくても使えるんじゃないですか。そう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 、年中使えると思うんですね。フジコなんかこれでライブ行ったらよろしいよね。いや、もうあの人はあのでっかいトランクみたいな。あ、なるほど ね、うん、ね、これ便利だと思うので、ぜひご用意いただければなと思います。なるほどですね。あとはですね、はい、こちらの方、はい、エアーマットビーチサンシェードソファー、これめっちゃいいですね。いいでしょ、これもう空気入れてやるやつなので、うん、もう普段は折りたたんでかさばらないように空気入れるからね、うん、まあ、持っていくときはぺちゃんこでも持っていける、うん、で持っていったらこんなになって、その次、うん、その次にこう寝れるでしょ、うん、でもう一つは座ったりとかもできるんです。で常に日よけがね、うん、あるので、へー、これいいでしょ。いいですね、これいいでしょ。読書とか、読書、うん、家でせえよって感じですけど。いや、結構ね、あの家族で行ったりとかすると、はい、お母さんは泳がない、あ、そうか、とかいう場が多いんですよ、もうその場所のバンステルとか、あ、多いので、こういうのがあるとちょっと便利かなと思います。なるほどね、ちょっと上流階級の匂いがしますよね。あそこだけなんだかセレブだわっていう感じがね、お知りたくないし、いいと思います。へえ、いいですね。これでもあれですよね、あの普段使いにも欲しいぐらいですね。普段使いでもね、うん、膨らますの結構ちょっと多分部屋の中でこうさせてたソファー買いながら、あ、そうですね、なんかでも涼しげでいいですよね。涼しげでいいですね、でも家の中でこれ別に直射日光関係ないですからね。うん、ね、はい、あとね、面白かったのが、はい、ね、うん、時期、うん、時期的にはクラゲ出てくる時期あるじゃないですか、うん、クラゲ、そうですよね、お盆近づくとね、うん、どんどんクラゲ出てきますからね。でしょ、それがね、うん、クラゲ予防のローションっていうのがあるんですよ。何それ、え、こちらなんですけど、はいはい、これを塗ってるとクラゲに刺されにくいんですって、はい、プラスこれ UV カットなので、うん、日焼け止め兼クラゲ予防になるので、これね、結構ね、評判もね、良かったんですよ。あ、そうなの、効果あるんですね。まあ、人にも、あとね、お肌が弱い人とかね、うん、ちょっと、あの、どこパッチテストしてからじゃないと怖い、ね、あ、それはちゃんとしてもらいたいですね。うん、うん、なんですけど、こそクラゲに刺されながら、クラゲよけなんかあるんや、うん、へー、
面白いでしょ。もう昔僕バチバチやられたことあります。あ、本当ですか。私刺されたことないです、うん、あ、そうなんですね、うん、ちょっとお盆過ぎてから泳ぐことがあったんでバチバチやられました。めっちゃ痛いです。これぜひおすすめします、うん、あ、まあ、はい、海行かはらない、海行かないと思いますけどね。あとは、はい、ね、冷えピタ、冷えピタ、冷えピタ、これあると便利らしいです。へえ、冷えピタあれで涼しくする、涼しくなる、ま、そうです、ね、首とか熱中症とか怖いですからね。そう、これあると便利だそうです。へえ、うん、ただね、これ日焼けここにずっと張ったままうろうろするとここだけ白くなるので。なるほど、ね、それ注意してくださいね。真っ暗けどおでこ真っ白やね。そう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 昔私ちょっとやらかしたことがある、ね、え、そうなんですか。冷えピタで、冷えピタじゃないんですけど、うん、あの日焼け予防と思って、うん、寝転がってる時に、うん、ちょっとタオルかけて寝てたんですよ、はいはいはい、そしたらタオルがずれてて、うん、ここだけ黒くて、ここからしか白くて何の動物ですかっていうことがあったのでね、ちょっとご注意ください。なるほどね。あとは面白かったのがベビーパウダー、うん、ベビーパウダー、はい、ベビーパウダーがね、うん、なんか足にポンポンしておくと砂がさらっと落ちるんですって、うん、足にくっつきにくいんですって、砂が、砂浜で。あ、なるほどね、うん、これ面白いなと思ったのでベビーパウダー、うん、ちょっと一工夫ですよね、うん、まあ、海岸とかで遊ぶ場合で泳いだらでも流れるでしょ。流れると思います、ね、まあ、そしたらまた出てきたらポン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 ってしてるから、ね、あ、なるほどね、砂が引っ付かないというものでございます。いろんな使い道があるんですね、ベビーバウダーもね、はい、はい、ということでございました。へえ、いいな、こんなん知ったらちょっと海汚なりますね。そうですね、うん、ね、あ、もう一個教えてました、はいはい、ね、ワンちゃん用のね、こちら、ベスト、クールベスト、はい、こういうのもあるので、あの、え、それこれなんで思い出したんですか。僕がこれして歩けばいいやん的な、その犬呼ばわりしてませんか。大丈夫、違うんですよ、局長ですけど、局長ですけど、はい、はい、いや、ワンちゃんとかね、はい、連れて行って自分たちが楽しくてワンちゃんたちほったらかしにしてて、ワンちゃんたちが潜ったりっていうこともあったりとかするので、ね、ペットちゃんを連れていく場合はそれなりにちゃんとね、はい、体温調整できない動物はちゃんと人間がやってあげてください、うん、なるほどね、なんで思い出したんですか。局長の顔見たら。うるさいわ。ということでした。ああ、いいですね。はい、もうびっくりする時間になってしまったので、ちょっと驚いております。びっくりする時間になってますね。はい。うん、すごい、やっぱり。こういうのを持って、うん、今年は海にね、うん、遊びに行きたいなってすごい思いますよ。似合わないですけど。似合わないですね、はい、なんでその次行けその次行けっていうね、空気がね、多分ね、視聴者の方にもこれ繋がってると、伝わってると思うんですよ。だよね、情報を聞きたいですよね、次の情報ね、はい、次行け、ね、海に行けないあなたも楽しめますよ、はい、この夏もね、ますよね、はい、夏といえばあの海以外にもね、花火、夏の風物詩、これ何ですかこれ花火全然わからんわこれ花火クラゲかと思いました。はい、今日はね、はい、そんな海に行けないあなたも楽しめる花火情報を、はい、局長がご用意してください、はい、そうですね、あと30秒でいきますねまずね、あの、一応ここ収録してるの宇宙なんですけど、はい、まあ、我々出身が、うん、あの大阪ということでね、うん、ちょっと大阪の、我々よく行ったですね、うん、あのまず天神祭り、うん、天神祭りの花火大会が、うん、もう今週ですよ、7月25日、うん、多いから、うん、また始まるので、うん、続きの情報ですね、うん、CM の後にまた詳しくお話ししたいと思いますので、はい、ね、次ちょっとこちらの方をご覧いただきましょう、はい、どうぞ。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか。楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、おかえりなさいということで、はい、引き続きですね、花火情報なんですけれども、天神祭り、天神祭り、うん、これ大阪なんですけども、7月の25日火曜日、うん、火曜日、うん、打ち上げの数が5000発で人出が130万人と、おすごいですね。5000発、決してね、5000発っていうのは多い方ではないんですけど、うん、人の出ではもう圧倒的ですね。お店とかもすごいですもんね。そうですね、130万人ってね、
であのもうちょっと先なんですけど8月1日にある、はい、あのすごく関西では有名な PL の花火大会ありますね。あー、PL ね。こちらは1万発なんですけども、はい、人の出はね結構意外に少なくて6万人お、うん、なので、すごくこれはあれですね、ゆっくりたくさん楽しめる、うんうんうん、場所的なこともあるんですかね。でしょうね、ちょっと行きにくいんですよね。大阪でも富田林でしたっけ、うん、富田林なのでちょっとね、うん、交通のアクセスは行きにくくて、で、まあ、車でも行けないし、うん、電車は1本しかないし、ね、結構離れたとこからも見えますしね。あ、そうですね、離れたとこから見えますね、うんうん、だからそういう方が多いんじゃないですか。なるほどね、うん、であとはまあまあ、ここのめちゃめちゃ近くなんですけど、ここ大阪のね、ここ、あ、ここ宇宙ですけどもこれを放送してるところがね、うん、あの放送してるところが西中島南方っていうね設定守ろうね、まあ、めっちゃ近いのでね、はい、地球にいる頃はよく行ったんですけどね、はいはい、あの大阪淀川の、うん、なにわ淀川花火大会、こちら8月5日から、はい、ね、これも有名ですね。有名ですね。人で43万人で打ち上げ数はねちょっと非公開らしいですね、うんうん、おー、なるほど。でもまあすぐ8月5日なので、うん、割とすぐなのでね、うん、プランに入れられてはどうでしょうか。どうでしょうか。そして、まあ、関東ですよね、はい、うん、関東はですねもう、もう何ですか、これは終わってんのか、んこれはまだ終わってないですね。終わってないです。ギリギリ前、足立区の足立の花火大会っていうやつがありますね、うん、こちらがまず一番乗りですね、はい、7月22日土曜日、はい、日曜日ご覧いただいた方はもう終わっちゃってますね。そうですね、はい、1万2000発で人出が63万人お結構な規模ですね、はい、それから、東京はね割とその1万発を超える規模のが多いんですけれども、うん、葛飾納涼花火大会というものが、はい、これも7月25日、うん、来週ですかね、うんうん、これも1万3000発で人でも51万人、うん、それからですね、これは有名ですね。これ多分日本一有名なのかな、隅田川の花火大会、おこれがねなんと7月中なんですね。7月の29日土曜日、これが29日で、はい、これがなんと2万2000発2万2000発、そして人出が95万人、もう日本でも多分最大規模になるんじゃないでしょうかね。お、他にもいろいろあるんですけれども、はい、まあちょっとね、海のビーチグッズでだいぶと時間を使ってしまったので、また日が迫ってきたらね、うん、どんどん新しい花火情報もお届けできたらなと思っておりま す、ね、はい、今日は告知関係何もできませんでした。何もできませんでしたはい社内ナンバーとかありますけど、社内ナンバーとかありますけど、またウェブ見てもらってね、はい、バナナ TV。